はやっぱりこたつでぬくぬくするのに限りますなぁ。一度入ったら二度と出られないこの心地の良さ、そしてこの狭い空間が妙に落ち着くと言いますか。ええー、これこたつじゃないだろだ。間違える余地ないことにだろだ。フランちゃんおはよう。おはよう。クック、目覚めたねお嬢ちゃんたち。なんだお前は。どうも、田中チャンネルにたまに出てくるパンツかぶったネームレスのおじさんです。この爆弾はチーム内リザルトで中枢が再開になったら自動で爆発する。爆発すれば君たちの服は消し飛び、そのスッポンポン姿を全視聴者にさらすことになるだろう。では始めよう。リザルトとデデロリノックが濡れるスプラトゥーンスタート。フランちゃん、今からスプラトゥーンやるったって小石たち樽に詰められて操作ができないよ。このままじゃ小石たち無条件でスッポンポンを全視聴者にさらされちゃうよ。どうしようフランちゃん。やれやれ、どんだけ脱衣室は終わらせれば気が済むんだろうな。いい加減こすりすぎなんだよ。視聴者もすでにやってるだろ。クククランちゃん、女の子の脱衣はそうそう飽きられるものではない。紳士どもの欲望が健在な限り君たちの脱衣は永久に求め続けられるだろう。それはそうと、お前の処分を決めないとな。選べよ、このまま首と動画を別れしてゆっくりのお仲間になるか、それともお前のその汚い一物をちょん切って子孫とも欲望ともさよならバイバイしちまうか。ほら10秒以内に答えねえと両方もるぞ。もうダメだよフランちゃん、そんなに意地悪したら。冗談だぞ冗談、フランそんなひどいことしない。でんで小石ちゃん、今日はどういう編成なんだ。今回はスパイがジェットを使っていこうと思うよ。サブのトラップを駆使して有利に戦うっていうコンセプトでこのギア構築にしてみました。インク回復のギアがついてるのは珍しいね。トラップは使用後に起こるインクロックがほとんど発生しないからね。放電時にも設置して即インク回復してまたトラップ再設置って動きができちゃうの。それって強くない。そんな手間がかかることするより普通にメインで殴った方が良くないか。メインの火力が狭チョコすぎてトラップ込みじゃないと敵倒すのも一苦労なんです。キル性能低すぎて本来やれたはずの敵も隅々出してしまう。それがスパイガジェットの神火力なんです。あー無理だ、スパイガジェットが突っ込んでもいたずらにデスするだけだよ。小石ちゃん今引いたら全然で体を張ったとつもりさんの血が無駄になってしまうぞ。メイン分かったよ、でも危ないと感じたらすぐに逃げるからね。ほらね、スパイガジェットは無力。やっぱりスパイガジェットで環境でブイブイ言わしてる動物たちに勝てるわけないんだよ。今のは小石ちゃんが攻め込んだタイミングが悪かったんじゃないかな。私はフランちゃんがいてって言ったから攻め込んだわけだが。ごめんちゃい、ガード一瞬で壊れたフランだ。しかしながら小石ちゃん、この武器の強みはガードしながら攻撃ができる点だぞ。うまくこの持ち味を生かせ。うん、そう言われましても、そもそもスパガジェに真正面から打ち合い、深さ力技の一等陣だよ。誰だよこんなおもちゃ前で腕っぽいと落ちてくるやつは。過酷すぎる。今すぐお家に帰りたい。わー、まるでもてあそばれている。いやおちょくられているのか。そこまでスパガジェは下に見られている。わー、誰ですかあなた。いやー、こんなところでカメライドは反則ですよ。いやー、はい、ここから小石ちゃんの無双劇が始まります。今までスパガジェを蔑み、あざけり笑ってきた者たちに裁きの鉄を。なんなら小石ちゃんもスパガジェのことを思いっきり軽蔑してたけど。それにせっかくのスパガジェ会です。見てくれている視聴者にスパガジェの良さも伝えていきたい。おその意気だぞ小石ちゃん。まずはスパガジェしてくる相手を反応色の感じで無理に落下させます。のってからスパガジェ関係ねえ。そして速やかに領土を確保し、敵を迎え撃つ準備を行います。こういう下準備が勝敗を分けるんです。スパガジェの勝負は勝つべきして勝つ。さあ相手さんはこの完璧さのエール夫人などを攻略してくるのかな。さすが小石ちゃん、何が完璧なのかあんま分かんないけど、これなら敵は近づくことすら。守っていた敵が私にもありました。速攻で攻略されて敵さなんだ。まずいです、ロボゴムのせいで仲間と分断されてしまいます。そう、またエリアを奪取されてしまうのか。何、キルが入っただと。分断される前に仕掛けたトラップです。こうして入念な下準備が仲間の命を救うのです。シャーモンさんとのフォーカスでダブルキル。流れが完全にこちら側に来ました。サイドトラップを展開、すぐさま迎撃も再生。しかし敵もロボゴム大量に投下して牽制してきてるぞ。あと20カウント粘るだけです。敵も焦ってエリアを狙いに来るはず。その手を突きます。さあ人数は常に有利な状況が取れています。おお、負けていた戦況が一気にひっくり返ったぞ。これが、できるスパイガジェットの戦いだ。どうしたーん。はい、2戦目スタート。ルールは先ほどと同じ、バチエリア、ステージはやがない市場、プレイヤーは交代してフランがお送りいたします。フランちゃん、頑張って。おう、小石ちゃんの素晴らしいスパイガジェットさばきを参考にこの試合貫通してみせるぞ。おらららららー、クソリッターだよー、打ち込んできてみろよー。リッターの攻撃を一回防げるのもスパガジェの強みだね。それはそうと、なんだこのゴミ編成は。お相手とのぶっ壊さが断ちすぎるだろ。お前ら勝ち悪いか。とつもりさんとアガラシさんの提案だよ。エナドリとスパガジェの相性いいらしいから。なるほど、確かに相性良さそうだぞ。ハッカー赤にバサメ様に勝てるわけないだろ。ジェルソーラの蹴られて、まあ安定な。エナドリの効果でリスポーンが鬼早なんだぜ。でもタメライドでもう一突撃ができるね。できればそれはあんまやりたくないな。それより意外といい勝負してるですね。環境武器分断に対してかなり厳選してる方だと思います。まあフランたちスプラゆっくり、実況者からしたら一般ピーポープレイヤーくらいマイナー武器使っても余裕で勝てると言いますか。今何が起きました。まあ、今のはさすがにまぐれショットでしょう。しょうがない、切り替えてこう。まずは仲間たちと合流し、リッターしばきんてフラン以外誰もいねえ。冗談じゃない、フランも宇宙帰らしてもらう。いやー無事見えてうおー、もう怒ったー。何が強すぎてごめんだ、本当の強者は誰か目に物見せてくれるわー。お見苦しいところをお見せしました。これ以降あんなにじめなデスはしないと誓いましょう。燃えたみタンクになると、初心者以外な無謀な突撃は
はしないでください。ごめんちゃい。クランちゃんがリンクイデス連発してる間にカウントがひどいことになっちゃってるよ。もう思考している暇はありません。とりあえず前出てやれることをやるしかねえぞ。俺さアーモンさんの敵。アーモンさんが削ってくれてたからワンパンで倒せたね。じゃあエリアは返してもらうぞ。ようやくリッター野郎にお礼参りすることができたぞ。よしあとはそこのバロンさんだけだね。母上から蜂の巣にしてやる。クランちゃん向いてる方向が逆だよ。ふっふっ、しかしどうだね。敵は全員リフトに閉じ込めたぞ。ここからが一方的な蹂躙。終わりの始まり。鉄さん方は今までフランたちにしてったことを数十倍にして返されるわけだ。ホワイトさんにもヤバラ市場がどれだけ高いしぐらいステージなのか見守って体験してもらおう。それはマジでそう。ヤバラ市場のエリアの打開はマジで絶望的に難しすぎる。しかし今は都合がいい。一度フランたちは君たち中部キングから打開してみてたんだ。さあ、ミキナ、てめえらの打開スペシャルを。さすがフランちゃん、ちょっと無理になったくらいですぐに調子に乗っていくスタイル。よお前はせめてここ攻撃なんかつくか。キナーまあまあ当てることはない。うちのチームは超優秀。フランなしでも問題なく敵を抑えてくれています。悲しいけどそうだね。でもすごい、あの状況から逆転しちゃうなんて。まあそれほどでも。もう最後の最後に油断しちゃって。対戦、ありがとうございました。はーい、2戦目も無事勝利することができたね。フランちゃんお疲れ様でした。勝ったのは嬉しいけど、あんま活躍できなかったのが悔しいぞ。そうかな。あそこのサムライドがなかったら逆転厳しそうだったと思うけどな。えへへ、そう。なんか緊急的なアラートが鳴り始めたんですけど。あれこれあの変態が持ってきた爆弾、まさか解除してなかったのか。フックックックから私が爆弾を解除していると錯覚していた。するわけないだろ、君たちのいちいちな格好を見るためなら死だって恐れないこの俺が。爆弾なこらー。お願いします、その爆弾を解除してください。へへへ、じゃなこったと言いたいところだが、1試合目はともかく、2試合目は無事チーム内リザルトとでは回避したしな。それじゃあ許してもらえるんですね。ああ、許してやろうとも。ただし助かるのはどちらか一人、このボタンを押した先着1名だけだがな。そんなの、あんまりすぎるよ。どちらかが助かるために、どちらかを犠牲にするなんて、そんなの、私も、フランちゃんにも、できるわけが。押さないならじゃあフランが押させてもらいますね。フランちゃんが助かるのにわー。ちょっと待って、フランちゃんだけ回避するのはずるいじゃないですか、わなんで猫コスなんですか。どうも、小石さんとフラン先輩の代理、シオンだよ。終わりの挨拶するためだけに呼ばないでほしいんだけど。あ、そうそう、次回か次次回あたりに新しいウプ主が登場する予定だよ。シオンたちもまだどんなウプ主が来るのか当日までわかんないんだけどね。優しいウプ主が来てくれたらいいな。だから次回も次次回の動画もご視聴おなしゃす。では今回の動画はここまでだよ。ご視聴、ありがとうございました。